京都リサーチパーク東地区京都リサーチパーク西地区地図京都リサーチパークは京都府の産業の研究開発ベンチャービジネス支援を目的とする施設1999年に設立された大阪ガスグループの京都リサーチパーク株式会社が運営する京都市下京区の大阪ガス京都工場跡地に賃貸オフィスや研究開発スペースを建設し管理 運営を行っている。なお、1987年に設立された、京都リサーチパーク株式会社は1999年7月に、同じ大ガスグループの株式会社アーバネックスに、吸収合併されている。出展、所在地、京都市下京区中道寺、南町134、京都市下京区中道寺、淡田町93、 KRP が管理する1号館、10号館及び、スタジオ胸、KRP がすびる、アステム胸などがある。KRP 地区全体として、約480社の企業が入居し、5000人程度が働いている。京都案、京都デジタル疎水ネットワーク、NCA5 などと接続し、京都のネットワーク基盤の拠点にもなっている。京都府産業支援センター。 京都市産業技術研究所、ジェトロや JST の京都事務所など支援機関も入居している。ありがとうございます。